はい、明治さん、アラファトさんはまだですかね。はい、アラファさんのうちではい。電気がないあ、かない。ら、はい。アラファさんのちょっと問題がありますね。じゃあ、アラタオさんは今日はできないですか？これから？ちょっと後後で、で。できると思います。あ、わかりました。じゃあ、アラワさんを待ちながらやりましょうかね。待ちながら。じゃあ、メイリさん、今はい。日は何を勉強しますか？今日ははい。第31から31のグラマーですね。文法ですね。文法を復習します。はい。じゃあ、まず今日も一緒にやりましょう。じゃまず確認ですけど、31課のグラマーは何ですか？もう一度勉強しましたね。はい。先生、ロハマス先生、31は移行形はい。あ、移行です。形ですね。移行形ですね。じゃあ、まず一緒にやりましょうね。はい。31は移行形、移行形ですね。移行形は動詞のフォームですね。動詞のフォームですね。じゃあ、メイさん、例えば他に動詞のフォーム、何がありますか？例えば。ちょっともう一度お願いします、先生。動詞のフォーム、他に何がありますか？例えば。例えば、定型定型もありと、ますね。はい。定型とか、はい。可能形とか、可能形もありますね。はい。他形とか、他形もありますね。内はい。形とか、内形もありますね。あと一つ、辞職を言辞書形もありますね。はい。メイリさん、それでは、この移行形ですね。これはどんな動詞のフォームですか？どんなバームのフォームですか？移どん行な形バーはどんなバーブのフォームですか？ウィルですね。ブ。ウィ、はいはいはい。これは動詞のフォーム、バーブのフォームで、意思、ウィルがあるフォームですね。ウィルがあはるい。フォームですね。はい。じゃあ、このウィルは誰にですか？誰にですか？私に。私もありますね。私だけですか？いえ。はい。私も OK。私も OK ですね。私だけですか？この will は私だけですか？いえ、私だけじゃない。あなたもいいですね。あなたもいいです。私へも OK。あなたへも OK ですね。あなたも OK。彼も OK。彼女も OK。意思は私に意思と、あなたに意思も OK ですね。2つ OK ですね。意思は。じゃあ、メイさん、復習ですけど、移行形は100%のバーブ、100%の動詞、できますか？こんにちは、先生。はい、こんにちは。はい。あ、入りました。はい。アラートさん。先生。できました。はい。今、電気は OK ですか？天気電OK 気。です。今、ダッカは電気がちょっと厳しいですか？大丈夫ですか？ちょっと厳しいです。ちょっと厳しいですか？じゃあ、少しね、頑張りましょうね。まあ、切れたらまた待ちますからね。切れたら待ちますね。アラハトさん、今、まず移行形、動詞のバーブ、意思がある動詞のフォーム、バーブのフォームを復習しています。アラートさん、
はい、先生、わかりました。移行形は 100%、 100% のバーブできますか？100% のバーブできますか？じゃあ、メリーさん。はい、先生。はい、手形。手形は 100% のバーブできますか？いいえ。できます。できます。できます。じゃあ、メリーさん。竹は 100% のバーブできますか？はい、はい、できます。できますね、はい。自称形、アラートさん。アラートさん、電気厳しいですかね、今日は。ちょっと、落下は、組み板は OK ですね。メイリーさん。はい、先生。はい、組み板は大丈夫ですね、電気は。今日は。はい。はい。大丈夫ですから、はい、もう一度言いますね、はい、移行形は 100% の動詞できますか？移行形できません。できないですね。 100% はできないですね。じゃあメイリーさん、できないのは何ですか？移行形ができないのは何ですか？石がない。そうですね。石がない。石がないバーブはできませんね。どうしてですか、メイリーさん。理由は？理由は？石がない動詞はできません。理由は？理由は、移行形に石がありますから。そうですね。移行形に石があります。ですから、石がないバーブはできません。他には？はい、他には動詞の内形。内形ですね。内形はできませんね。動詞の内形はできませんね。はい。あともう一つ、竹。竹は？竹もできませんね。はい。メリーさん、どうして竹もできませんか？どうして竹もできませんか？竹は前の動詞ですから。前ですよね、前。じゃあ、移行形は前ですか、これからですか？移行形はこれからです。これからですよね、これからです。ですから、竹もできませんですね。じゃあ、まず移行形の動詞の形の練習をしましょう。これは復習ですけどね。はい。はい、移行形はこの2から123ですね。12345、いいからを、いいからをになりますね。いいからをになります。2グループはますがようになります。ますがようになります。3グループはしますがしよう、来ますが来ようになります。じゃあまず練習しましょう。はい、先生。もう一度言いますね。移行形のフォームは、いからお、きからこ、にからごに、にからごに下がりますね。下がりますね。はい、じゃあ練習しましょう。まず、マスケを言います。合います。合います。あおう。あおう。あおう。書きます。学校。はい、話します。話そう。はい、立ちます。立とう。メイリーさん、確認ですけど、立ちますのマス形のフォームと、立とうの移行形のフォーム、何が違いますか？ますがありませんね。うん、そうですね。まあ、移行形は意思、ウィルがあります。そういうフォームですね。はいはいはい、はい、意思があります。このフォームは意思があります。フォームですね。いろいろなフォームがあります。動詞はいろいろなフォームがあります。一つ、移行形は意思が
ある方ですね。はい、じゃあ2グループです。はい、開けます。開けます。開けよう。開けよう。はい。おります。はい、おりよう。はい。います。いいよう。はい。いいよう。はい。じゃあ2グループですね。あ、2グループ終わります。3グループ。します。します。しよう。はい。います。こうよう。こうようですね。はい。じゃあまた別の動詞言いますね。はい、マスケで言います。移行形で言いましょう。はい。遊びます。遊ぼう。はい。読みます。読もう。はい。行きます。行こう。はい。泳ぎます。泳ごう。話します。言いましたね。はい。待ちます。待とう。はい。死にます。死のう。死のう。はい。ですね。起きます。2グループですね。起きます。起きよう。はい。食べます。食べよう。はい、OK ですね。はい、これが移行形ですね。移行形。動詞のバーブですね。いろいろな動詞のバーブあります。移行形は意思がある動詞のバーブですね。はい。次ですね。はい。つもりですね。はい。明治さん、次は、復習ですね。つもりです。つもり、つもり、つもりです。はい、つもりですって何ですか？つもりは、はい、意思ですね。まあ、意思では、まあ、意思ですけど、まずつもり。つもりは、動詞ですか？形容詞ですか？いえ。はい。動詞じゃない。はい。つもりは形容詞、形容詞です。つもりは名詞です。つもりはノーム。名詞ですね。名詞。つもりはノーム。名詞ですね。じゃあ、メイさん、このつもりは名詞。この意味は何ですか？つもりは名詞。意味は、はい、意味は、何か、はい、するの、するたいです。したいです。何かしたいですね。何かしたいですね。何かしたいですね。はい。まあ、簡単に言うと、つもりは、フューチャー。まず、名詞で、フューチャー。日本語は、将来。フューチャーですね。フューチャー。このつもりの意味は名詞ですね。はい、名詞の意味はフューチャー。フューチャーと予定。予定は英語はプラン。フューチャー、プランとですね。将来の予定、将来の予定です。はい。将来の予定ですね。将来の予定です。はい。一つは将来の予定ですね。予定。もう一つは同じプラン。プランでも計画。計画ですね。計画、計画です。予定、計画、予定、計画。じゃあ、メイリーさん、ちょっとここを読みましょう、はいはい。ここを読みましょう。これは将来、将来。つもりは、はい。つもりは、名詞です。名詞ですね。将来の予定です。はい、将来の予定と将来の予定と将来の計画です。計画ですね。はい。将来の予定、計画。はい。予定は英語でプランです。もう。プランです。計画も、はい、計画もプランです。まあ、英語で。この2つは。はい。まあ、英語このフルートは同じですか、はい、英語はプランとプラン、予定と計画、英語は同じですが、
予定とプランを比べると計画の方が計画の方がはいその将来なりますか、なりませんか。予定と計画、予定と計画、どちらがなりますか、なりませんか。計画の方がパーセントが高いですか、低いですか。計画はパーセントが高い、低い。計画は高いです。高いですね。予定は低いです。まあ、低くてもいいです。高くてもいいですね。計画は高いです。予定は高くても OK。低くても OK。計画は高いですね。はい、まあ、英語は同じですね。プランとプラン同じですけど、予定の方が高くてもいい。低くてもいい。計画は高いですね。はい。はい、わかる。じゃあ、アラートさんはまだですかね。アラートさん。まだですね。はい。じゃあ、メイさん。はい、先生。はい。はい、先生。ああ、はい、入りましたね。はい。じゃあ、つもりですね。つもりは、まあ、将来の予定、計画、将来の予定、計画ですが、この予定や計画は、予定や計画は、高いですか低いですか。あ、低いです。低い。え、皆さん、低いですか。はい。つもりは、計画と予定だけど、つもりですね。つもりは、つもりは高いですか、低いですか。つもりは計画の場合、高いです。はい。つもりは計画でも予定でも、つもりの場合は計画でも予定でも、これは高いです。高いですね。つもりも予定も計画も同じグループ。同じグループです。名詞のグループ。つもりも予定も計画も名詞のノームの同じグループ。グループですね。じゃあ、明治さん。はい。はい、先生。つもりは意味は予定、計画ですが、つもりの予定、計画はパーセントは低いですか？あ、低いですか？高いですか？高いです。高いですね。高いですね。とても高いですね。はい。はい。ここですね。パーセント、ポスですね。ここはとても高いです。じゃあ、はい、アラハトさん。はい、先生。はい、アラハトさん。はい。じゃあ、つもりはパーセントが高いですね。パーセントが高くて、はい、その気持ちは高いですか低いですか。気持ちは高いですか低いですか。気持ちは高いです。高いですね。ここですね。はい。ウィルも高いです。ですから、つもりは予定計画です。で、意味は予定計画でも、つもりは気持ちも高いし、パーセントも高いですね。高いになります。じゃあ、アラートさん。はい、先生。はい。つもりの前の形は何ですか。つもりの前は、あ、つもりもの前は、はい、移行形。移行形ですね。移行形。いやいや、移行形ももちろん普通体ですね。普通体ですね。はい。普通体です。普通体ですね。そうです。まあ、自称形の、まあ、部位動詞の自称形も内形ですね。内形もできます。辞書形、内形、まあ、普通体ですね。普通体になります。はい。はい、先生さん。はい、先生。言葉の練習ですね。これ復習ですから。まず確認ですね。もう一回確認しますね。はい。つもりって何ですか？つもりは何ですか？つもりは名詞です。
名詞ですね。つもりはどんな名詞と同じグループですか？つもりはどんな名詞と同じグループですか？将来の予定と将来の計画のグループと同じです、ね。予定と計画と同じグループですね。同じグループです。アラハトさん。はい、先生。つもりは予定、計画と同じグループですが、このつもりは、予定は、計画は、高いですか、低いですか？高いです。高いですね。はい。気持ちは強いですか、弱いですか？気持ちは高い。高いですね。高いです。はい。ですから、つもりは、予定、計画と同じグループですが、パーセントも高い、気持ちも高いですね。で、前は普通体。普通体は辞書形、内形ですね。辞書形、内形です。はい、形の練習いきますね。形ですね。フォームの練習。フォームの練習。じゃあ、アラハトさん、フォームの練習。辞書形、内形ですね。辞書形、内形。まあ、練習、フォームの練習。フォームの練習。買い物に行こう。はい、買い物に行く。行こう。行くつもりです。はい、買い物に行くつもりです。買い物に行くつもりです。明治さん。そうです。はい、先生。アラートさんは買い物に行くつもりです。買い物に行くつもりです。買い物の予定、買い物の計画ありますか？ありませんか？あります。ありますね。この予定、計画は、パーセントは高いですか？低いですか？高いです。高いですね。行く気持ちは高いですか？低いですか？高いです。高いですね。はい。つもりは、そういうことです。つもりは、予定、計画と同じ名詞のグループですね。グループですね。はい。メイディさん、フォームの練習ですね。まあ、辞書形、内形でいいです。はい。酒は飲まないつもりです。はい、酒は飲まないつもりです。酒は飲まないつもりですね。アラハトさん。はい、先生。メイリさんは今、酒は飲まないつもりです。メイリさん、これからお酒を飲みますか？飲みません。飲みませんね。はい。飲むパーセントは高いですか？高いです。高いですね。はい、高いですね。はい。じゃあ、明治さん。はい、先生。はい、今度、内形で言ってください。内形で。内形。はい。旅行で、はい。旅行へ行かないつもりです。はい。旅行へ行かないつもりです。はい。行かないつもりです。はい。じゃあ今下に、はい。旅行へ行かないつもりです。旅行へ行かないつもりです。じゃあ下にもう一個書きますね。はい。つもりは。はい。じゃあ、メイジさん、旅行へ行かないつもりです。下ですね、下見てください。旅行するつもりはないです。旅行へ行かないつもりです。旅行するつもりはないです。何が違いますか？ああ、はい。
上の分は分に石があります。石があります。行かないつもりです。石が行かないパーセントは高いですね。行かない。行かないパーセントが。行かないパーセントは高いですね。はい。高いです。アラートさん。はい、先生。じゃあ下ですね。下見えますか。旅行するつもりはないです。これはパーセント高いですか低いですか。パーセントが高いです。高いですね。高いですね。どのぐらい高いですか。旅行するつもりはないです。どのぐらい高いですか。パーセントは何パーセント。つもりはないです。つもり、予定はないです。計画はないです。何パーセント？パーセントが何パーセントですか？予定はないです。高いですね。何パーセントですか？予定はないです。計画はないです。50%、60%、60%より高いですね。じゃあメイジさん。はい先生。もう一度言いますね。つもりは何ですか。つもりは何ですか。つもりは将来の予定です。名詞ですね。予定や計画ですよね。はい、はい、見てくださいね、はい。予定はないです。予定はないです。計画はないです。旅行しない。旅行しない。何パーセントですか？予定はないです。計画はない。何パーセント？ 90%。90% ですか？ 90、もっと高いですよね。ないです。予定がないです。計画ないです、はい、何パーセント？ 100% 100% ですね。100ですね。これ 100% ですね。 100% じゃあアラートさん。はい先生。旅行へ行かないつもりですは大体何パーセントですかね。大体ですね。大体ですよ。大体アバウトで大体。100% ですか？ 100% です。ではない、まあ大体こう80から90% ですね。80から90% ですね、はい。ですから、つもりの言葉ですね。行かないつもりですと、つもりはないです。言葉2つあります。つもりはないですは 100% ですね。じゃあ、メイリさん。はい、先生。どうして旅行するつもりはないですは 100% ですか？これは決めますね、はい。そうですね、決めますね。これ予定、つもりは予定、計画、これ名詞ですね。名詞、ノームですね。予定がない、はい、計画がない。ですね、行かないつもりはこのパーセントが高いですね。このバーブのパーセントが高いですね。いいんですね。ですからこの2つを覚えましょうね。はい、はい、じゃあメヘリさん、このないつもりです、ないつもりですと、つもりは ないですを練習しましょう。はい。はい。じゃあ2つ言いましょう、2つ。旅行へ行かないつもりです。旅行はどう？旅行以外、旅行終わり。フリーワード、フリーワード。旅行はだ、旅行は終わりです。フリーワード、簡単な動詞で OK です。フリーワード。今、食べないつもりです。今食べないつもりですね。食べないつもりです。アラートさん。はい、
メイ先生。はい、メイさんは今食べないつもりです。食べないつもりです。パーセントどれぐらいですか？100% 高い。100% ではないですね。食べない、ないつもりですから、パーセントは高いですね。パーセントが高いです。じゃあ、アラートさん、100% の場合は？ 100% の場合は？80%、90%。はい、アラートさんも今いますね。今、食べないつもりです。これを 100% で言いましょう。今、食べないつもりです。100% で言うと、100% で言いましょう。今、食べないつもりです。これを 100% で言いましょう。これ食べます。ちょっと、まあ、食べるつもりはないです。食べるつもりはないです。これは 100% ですね。じゃあ、メイリーさん。はい、もう一度ですね。はい。また、パーセントが高い予定、計画、つもりで言いましょう。フリーワードです、フリーワードで。内形ですか？内形でいいです。内形です。内形で。何でもいい。勉強しないつもりです。勉強しない。え、何を勉強しないですか？何を？英語ですね。はい。英語を勉強しないつもりです。つもりです。英語を勉強しないつもりです。アラートさん。はい、先生。英語を勉強しないつもりです。これ、パーセントは高いですか？低いですか？パーセントは高いです。はい。じゃあ、これを 100% で言いましょう。これを 100% で言いましょう。英語を勉強しない。100% で言いましょう。勉強しないつもりですを 100% で言いましょう。勉強しない予定です。しないではなくて、勉強するつもりはないです。勉強するつもりはないです。ない。はい。勉強しないつもりです。勉強しないつもりです。パーセントが高いです。100% で言います。勉強するつもりはないです。はい。つもりはないです。言葉ですね。こういう言葉があります。これも一緒に覚えましょう。はい、これ JLPT の問題で、アラートさん。はい、先生。この問題、このような問題、このような問題、JLPT でありますか？ありませんか？JLPT であります。ありますね。これはよくあります。これ 100% です。これ 100%。つもりを使った 100% の言葉。勉強するつもりはないですね。これ 100% ですね。これよく問題であります。よく問題であります。じゃあ確認ですね。もう一度確認しましょう。アラートさん。はい、先生。はい、つもりって何ですか？つもりですのつもりって何ですか？ないです、つもり。ないつもりは何ですか？つもりは何ですか？つもりですのつもりは何ですか？つもりは名詞です。名詞ですね。つもりは名詞ですね。じゃあ、どんな名詞ですか？
将来の予定、計画ですね。予定と計画のグループですね。グループですね。じゃあ、メイニさん。はい。はい、先生。これは予定、計画と同じ名詞のグループですね。じゃあ、この場合、どんな予定ですか？どんな計画ですか？この計画のパーセントは高い、低い？高いです。高いですよね。じゃあ、気持ちはある、ない。強いです。強いですよね。はい、そういうのですね。はい、つもりですね。はい。はい、次ですね。予定ですね。じゃあ、明治さん。はい、先生。はい。予定です。予定って何ですか？予定は名詞です。名詞ですね。先ほどやりましたね。名詞ですね。まあ、予定ですとつもりですは同じですね。はい。じゃあ、ラートさん。はい、先生。はい。これ予定とつもりは同じ名詞ですね。同じ名詞ですね。名詞のグループですね。はい、同じです。はい、何が違いますか？予定とつもりは同じ名詞、ノームのグループですね。何が違いますか？予定は、はい。予定は将来。いや、予定もつもりも将来のことですね。将来の予定、計画ですね。何が違いますか？予定はこれがありますね。つもりは、パーセントは高いですか？低いですか？つもりはパーセントが高いです。はい。気持ちは強いですか？弱いですか？気持ちは強いです。じゃあ予定はパーセントは高いですか？低いですか？予定はパーセントが低いです。まあ、低くても OK。低くても OK。高くても OK です。低くても OK。高くても OK ですね。じゃあ、メイニさん。はい、先生。予定は気持ちは強いですか？低いですか？弱いですか？強いですか？弱いですか？弱いです。弱くても OK。強くても OK です。予定は高くても低くても強くても弱くても OK です。アラートさん。はい、先生。じゃあもう一度聞きますね。予定です。予定ですは、パーセントは高いですか？低いですか？予定ですは、パーセントが低くても OK。OK、はい。高くても OK。気持ちは強いですか？弱いですか？弱い。こんにちは。弱いです。はい。強くても OK。低くでも OK です。じゃあ、メイジさん。はい、先生。はい、予定の前の形は何ですか？辞書形と名詞です。はい、名詞名詞も出てる。後で脳をつけます。はい、名詞の場合は脳をつけますね。名詞の場合は脳をつけますね。はい。まあ、辞書形、内形でも名詞を、脳をつけますね。あとはフォームの練習ですね。フォームの練習しましょう。アラートさん。はい、先生。予定の場合は、前は辞書形でもいいし、内形でもいいし、名詞の場合はプラス脳をつけますね。じゃあ、簡単なフォームの練習、フォームの練習しましょう。先生。はい。内形もありますか？あります。はい。予定の前に内形もありますね。ありますよ、もちろん。はい、もちろんあります。はい。
内見もありますよ。みんなの日本語の本に、はい、内形じゃないです。内形もできます。だって大丈夫です。本には、どうするんですかね。本に内形がありますね。ありませんね。内形はないですけど、内形も できます。これは、31課ですね。文法の本にですね。文法の本に、はい。ちょっと待ってください。今、開きましょうかね。はい、はい、大丈夫ですよ。ないだけです。大丈夫です。できます。できます。できます、はい、もちろんできます。ないだけです。ただ、教科書に書いてないだけで文法 OK ですよ。ないも OK ですよ。はい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 、先生。ホームの練習ですね、ホームの練習。旅行は1時間ぐらいの予定です。もう一度。旅行は1時間ぐらいと、はい、ぐらいの予定です。はい、旅行は1時間ぐらいの予定です。旅行1時間だけですか？旅行1時間でもいいですけど、1時間だけですか？1週間ぐらいの。1週間ですね。はい。旅行は1週間ぐらいの予定です。まあ、1時間はちょっと短いですよね。1時間は旅行じゃないですよね。それはい、1週間ですね。1週間。じゃあ、明治さんも練習ですね。練習、まあ、辞書形でも名詞でもいいです。はい、練習しましょう。はい。はい。来年に日本へ行く予定です。はい、来年に日本へ行く予定です。行く予定です。じゃあ、メイリーさん、この行く予定のパーセントは高いですか？低いですか？気持ちは強いですか、弱いですか？高くて低いです。そう、高くても OK ですね。低くても OK ですね。両方2つできますね。はい。はい、あとは練習ですね。今日は、移行形とつもりですと予定ですね。これをやりましたので、まずは練習をしましょう。はい、はい、練習 A ですね。練習 A ですね。練習 A ですか。はい、じゃあ一緒に読みましょう。一緒にじゃないですね。原畑さん、練習 A の1。はい、先生。買います。顔。はい。歩きます。急ぎます。はい、急ぐ。はい。直します。直。待ちます。待と、遊びます。遊ぼ。はい。休みます。休も。乗ります。乗る。はい。荒田さん、もう一度聞きますね。移行形は動詞のホームですね。どんなホームですか？移行形は、動詞の、経過の。どんなホームですか？どんなホームですか？移行形。はい。経過の。意思があります。ウィルがあります。英語でウィルがあるホームですね。移行形は動詞のホームで、はい、意思、英語でウィル、ウィルがあります。そういうホームですね。はい、意識があります。はい、じゃあ、アラートさん、このウィルは自分ですか、相手ですか？自分ですか、相手ですか？自分です。
自分も OK。相手も OK。自分あなた、彼も OK ですね。この意思は自分も OK。あなたも OK。彼は OK ですか？ OK。OK ですね。はい。つまり相手と自分も OK。二つ OK ですね。はい。これが一個 OK ですね。はい。あらさん、もう一度聞きますね。移行形ができないバーブ、移行形ができない動詞はありますか？ありません。ありません。ありません。ありますね。あります。意思がない動詞はできませんね。ない動詞はできませんね。できません。はい、アラさん、どうして意思がない、ウルがない動詞はできないですか？どうしてですか？どうして意思がない動詞はできないですか？移行形なんですか？移行形はどんな動詞のフォームですか？移行形は意思。意思がありますよね。意思がありますよね。意思がありますよね。ですから、意思がない動詞は移行形にできますか？意思がない動詞を移行形のフォームにできますか？できません。できませんね。できません。はい。じゃあ、メイジさん、他にあと2つできない場合は？動詞の内形と、内形と動詞の竹ですね。はい、竹ですね。じゃあ、メイジさんはもう分かりますね。どうしてないはできませんか？どうして内形はできませんか？内形は石が、移行形は石がある。はい、動詞ですから内形はできません。まあ内形はもう意思が決まってますか、決まっていませんか。内形は意思が決まっていますか、決まっていませんか。決まっていません。決まっていますね。内形は意思は決まっていますね。じゃあアラートさん。はい、先生。食べない、食べない。はい。食べないは、意思は決まっていますか、決まっていませんか。決まっています。決まっていますよね。決まっていますよね。じゃあ、メイジさん、移行形の意思は前ですか、これからですか。これからですね。これからですよね。内形はもう意思がもう決まっていますね。もう前で決まってますね。これからではありませんね。じゃあ、メイさん、竹はどうしてダメですか？竹は前の動詞ですから。前ですよね。前ですよね。移行形の意思はこれからですね。これからのことですね。ですから、意思がない動詞はできません。内形はもう意思が決まっています。もう決まっています。できません。竹はもう終わりました。終わりました。できません。ですね。になります。じゃあ、アラートさん。はい。はい、意思がないある動詞の例えばは何ですか？意思があるないは、この前送りましたけど、後でまた、例えば、飲みます。飲みますは意思がありますか？いえ。飲みます。はいはい、意思ありますね。意思がありますね。じゃあ意思がない動詞ってどんな動詞ありますか？例えば、はい、先生、意思がない動詞、例えばどんなのありますか？例えば、今、クミンラは雨は降ってますか？
いいえ。はい。雨が降ります。雨が降ります。これ、メイジさんのウィルでできますか？いいえ、できます。はい、そのようなことですね。はい。意思がある、ないとかは、これはいろいろあります。意思がある動詞、ない動詞、いろいろありますので、この前送りましたが、ちょっと待ってください、ね。前送ったものになりますね。これかな。これ、スカイプで送りましたよね。送ってないですか？はい。これはもらいましたよね。ここに意思がある動詞と意思がない動詞、この リストがありますから、まあ、全部覚えなくてもいいですね。このように意思がある動詞、まあ、例えば、まあ、いろいろな終わりますとか、まあ、買いますとか、意思がある動詞と意思がない動詞、いろいろありますので、まあ、これ後で見てください。はい。はい、これは、以前スカイプで送りましたから、これ見てください。はい。はい。じゃあ、はい、それでは、次、アラートさんに2グループ言いましょうか。はい、先生。はい、変えます。変えよう。はい、変えよう。覚えます、はい、覚えよ、はい、見ます、はい、見よ、はい、じゃあ3グループを言いましょう。聞きます、はい、こういう、はい、します、しよ、はい、休憩します、休憩しよ、はいですね、あとは読むだけですね。メイジさん読む練習で終わりにしましょう。2番、買い物に行こう、公園を散歩しよう。じゃあメニさん、公園を散歩しますと公園を散歩しよう、何が違いますか？マス系で言います、移行系で言います、何が違いますか？マス系に意思がありません。はい、ありませんね。そうですね、ありませんね。はい、意思がある、言いたいときは、移行形のフォームに変えて言いますね。はい、荒川さん、これも読むだけですね。読むだけですね。はい。外国で働くと思っています。はい、働くと思っています。外国で仕事を見つけようと思っています。はい、外国で仕事を勉強しようと思っています。まあ、仕事じゃなくて、なんか外国で勉強しようと。外国で勉強しようと思っています。外国で勉強しよう。アラートさん、この人はどんな意思がありますか？この人はどんな意思がありますか？一国、まあ、どんな意思ですか？外国で勉強しようと思っています。思います。どんな意思がありますか？と思っています。どんな意思がありますか？外国で勉強しようと思っています。思います。どんな意思ですか？ああ。勉強ですね。勉強。勉強。勉強の意思ですね。勉強の意思。外国で勉強の意思がありますね。場合、じゃあラートさん、外国で働こうと思っています。この人はどんな意思がありますか？働きます。
そうです、働きますね、働きますですね。はい、じゃ4番明治さん、これも読むだけですね。レポートはまだまとめていません。はい、レポートはまだ出していません。はい、じゃあ荒木さん、レポートはまだ出していません。もう出しましたか？はい、出しません。出しませんね。まだですからね。まだですね。まだですね。まだですね。出していませんね。まだですね。これはまだですね。はい、これも5番読むだけですね。はい、つもりですね。私はずっと日本に日本に住むりです。はい、じゃあ荒田さん、この住むパーセントは高いですか、低いですか、気持ちは強いですか、弱いですか。住むりは高いです。高いですね、高いですね。はい、じゃあどうぞ。はい、次。私は将来大学で研究するつもりです。はい、いいですね。はい、OK ですね。はい、じゃあ5番、5番でありました。失礼した。私は国へ帰れないつもりです。はい、帰らないつもりですね。はい、ですね。はい、私は来年の試験を受けないつもりです。はい、メニさん、これはどんな試験ですか？JLPT、まあ、JLP ですね。例えば JLPT ですね。例えばですね。はい、じゃあ6番メニさん、読むだけですね。読む練習ですね。読む練習ですね。部長は試験へ行く予定です。はい、飛行機、はい、はい、飛行機は11時に着く予定です。はい、来週は出張の予定です。はい、午後は会議の予定です。はい、メニさん、試験は、はい、視点は何ですか？まあ、英語で言うと視点は、視点はブランチオフィス。ブランチですよね。ブランチですね。じゃあ、アラートさん。はい、先生。まあ、視点はブランチですけど、視点の上を日本語で何と言いますか？本社です。まあ、英語で言うと、本店ですね。本店。本店。本店ですね。本店ですね。本店。じゃあ、明治さん。はい、先生。日本の会社はたくさんありますね。はい。支店もたくさんありますね。はい、先生。じゃあ本店はどこが多いですか？支店はいろいろなところにあります。本店はどこが多いですか？東京に多いですね。そうですね。東京が多いですね。東京が、まあ、大きな会社の本店が多いです。はい。で、荒木さん、もう一度確認ですね。荒木さん。はい、先生。はい、予定飛行機は、まあ、飛行機じゃなくて、確認ですね。予定の確認ですね。予定の確認ですね。予定はパーセントは高いですか、低いですか。パーセントが高いが OK、低いが OK。そうですね、OK ですね。高くても OK、低くても OK ですね。気持ちが強くても OK。OK。低くても OK。OK ですね、OK ですね。はい。はい、まずは31以下は移行形とつもりですと予定ですね。予定を勉強しました。
次は32課ですね。32課をやりましょう。先生。はい。行きたいと行こう。行こうは何が違いますか？もうわかりますね。一つは。はい。いいですか？確認しますね。まあ、紙に書きますけどね。はい。はい。行きたいは動詞のホームですね。ホーム。動詞のホームですね。はい、行きたいは動詞のホームですか？いえ。違いますよね。動詞のホームではないですよね。これは表現ですよね。動詞の表現ですよね。表現ですね。はい。の違いです。ホームはホーム、表現は表現、2つありますね。以降は意思、ウィルがある動詞のホームですね。行きたいは意思がある動詞の表現ですね。ホームと表現は意味は同じことも多いですけども、ホームはホーム、表現は表現。これは違いますね。意味は同じですね。意味が同じこともあります。同じこともあります。同じこともあります。違うこともあります。同じこともあります。ただ、ホームと表現は違いますね。はい。アラートさん。はい、先生。動詞のホーム。例えば何がありますか？ああ。例えば。動詞のホームは。例えば。うん。たくさん、動詞のホームはありますよね。辞書形。ない。辞書形。辞書形。ない。とか。な。竹。竹とか。ほうがいいです。だけ、あれ、内形もありますよね。はい、あります。テイル形もありますよね。あります。はい、移行形はホームのグループですね。ホームのグループですね。はい、行きたい、行きたいは表現のグループ。表現のグループ。意味が少し同じことあります。ただ、グループが違いますね。はい、グループが違います。はい、意味が同じこともありますね、もちろん。意味は同じもあります。ただ、グループは違いますね。違います。はい。はい、じゃあ次31課終わりですね。はい、32課にしますね。32ですね。はい。はい。じゃあ、メンジさん。はい、先生。はい、32課ですね。32課のグラマー、文法は覚えてますか？うん、覚えていますね。覚えてますね。はい。何をしましたか？方がいいですと。方がいいですね。はい、方がいいですと。でしょう。でしょうですね。とかもしれません。かもしれませんですね。はい。これは、明治さん。はい、先生。動詞のホームですか？ホームですか？いえ。はい。これはこれは、名詞と。表現ですね。表現。表現ですね。ですから、今日、復習ですね。まあ、3つの表現、3つの表現をもう一度復習しましょう。これはホームではありませんね。表現ですね。表現になりますね。3つは表現ですか？表現ですね。はい、表現になります、ね。はい。じゃあまず、アラートさん。はい、先生。ほうって何ですか？ほう。
ほうは名詞ですね。名詞。名詞です。はい。これは、ほうはディレクション。ディレクションですね。ディレクション。方向。方向ですね。日本語は方向。英語はディレクション。ディレクションですね。ほうはこっちの方ですね。A とか B とか、または C とかですね。A の方向、B の方向、C の方向。まあ、英語で A のディレクション、B のディレクション、C のディレクションですね。これが方ですね。で、はい、これ何ですか？いいですわ。方がいいです。はい。ですから、こは A がいいんですね。A がいい。B がいい、C がいいですね。ということですね、はい。はい。で、この場合の方向というのは、これはアドバイス。アドバイスですね。アドバイスですね。これは相手に こっちがいいです。あっちがいいです。こっちがいいです。あっちがいいですは、これはアドバイス。アドバイスですね。はい、アドバイス。これはアドバイスね。A がいいですよ、B がいいですよ。これはアドバイス。アドバイスですね。アドバイスですね。自分ですか？自分にですか？メイデさん、自分にですか？いいえ。はい。相手のアドバイス。相手ですよね。相手ですよね。相手にアドバイスですね。はい。じゃあ、アラートさん。はい、これはどんなアドバイスをしますか？例えば、私のアドバイスもありますよね。私のアドバイス。あなたに私のアドバイス。はい、そうですね。はい。まあ、つまり意見、私の意見、まあ、オピニオンもありますよね。はい。あとは、英語で言うと、ジェネラルオピニオン。ジェネラルですね。ジェネラル。まあ、普通ですね。普通ですね。普通ですね。じゃあ、例えば、メイジさん。はい、先生。はい、メイジさん、今、会社で働いていますか？はい。働いていますね。はい。遅刻をします。普通ですか？会社に、わかりますね。もう一度ね。会社に遅刻をします。普通ですか？遅刻。会社に遅れます。遅れます。普通ですか？はい。普通ですか？みんな会社に遅れますか？いいえ。いいえ、違いますよね。はい。それが、ジェネラルオピニオンですね。みんな、そうです。みんな、そうです。みんな、考えています。みんな、思っています。これが、ジェネラルオピニオン。日本語は、普通の意見ですね。普通の意見。じゃあ、ラートさん。はい、先生。ちょっと難しいですが、ちょっと難しいですね。はい。ジェネラルオピニオン。ジェネラルオピニオン。例えば、一つ言います、はい。ジェネラルオピニオン。まあ、普通の意見ですね。普通の意見。ああ。子供は毎日、運動した方がいいです。あ、そうですね。運動はいいですよね。まあみんな思いますよね。みんな思いますよね。みんな思います。みんな考えます。それが英語でジェネラルオピニオン。まあ日本語で普通の意見ですね。になります。じゃあメイニさん。はい、先生。はい、まずもう一度聞きますね。方がいいです。方がいいです。方って何ですか？方はディレクション。そうですね。名詞です。この方向、ディレクションですね。この場合の方向って何ですか？何の方向ですか？
アドバイスですね。アドバイスですね。はい、アドバイスですね。A がいいです。B がいいです。C がいいです。これアドバイスですね。アドバイス。じゃあメリーさん、このアドバイスは私のオピニオン、私の意見と、私の意見だけですか？私、いえ、相手の意見もありますね。相手の意見もありますね。私も相手もみんなもありますね。私、相手、はい、みんなもありますね。そういう意見ですね。じゃあ、さん、確認ですけど、はい、前の形は前の形は竹と内径です。はい、前の形は竹と内径です。竹と内径です。はい。で、新田さんもフォームの練習ですね、フォーム。これは表現ですね。別に動詞のフォームではありませんからね。動詞のフォームではないです。表現です。表現ですね。はい。練習しましょう。形だけですね。はい。新田さん。方がいいですか？フリーワード、フリーワードです。フリーワード。簡単な動詞、動詞を言いましょう。動詞は竹、内径。竹、内径。内径。簡単な動詞で OK です。竹、内径。原さん、簡単な動詞で OK ですよ。簡単な動詞で OK。練習です、練習。難しくないです。竹内径ですよ。お酒に、飲みない方がいいです。飲まない。はい、お酒を飲まない方がいいです。お酒を飲まない方がいいです。これはアドバイスですね。アドバイスですね。アドバイスです。はい、アドバイスです。私のアドバイスでもいいですね。じゃあ、メイジさん。はい、先生。どうしてお酒を飲まない方がいいですか？体に悪いですから。そうです。体に悪いですね。それはみんなですか？一人だけですか？みんなです。みんなですよね。みんな同じですよね。みんな同じですね。はい。じゃあ、メリーさん、簡単に言いましょう。また練習ですね。竹内径で。毎日勉強した方がいいです。はい。毎日勉強した方がいいですね。毎日勉強した方がいいです。アラートさん。はい、先生。これアドバイスですね。毎日勉強した方がいいです。どうしてですか？例えばです。どうしてですか？毎日勉強した方がいいです。アドバイスですね。アドバイスをしてますね。アドバイスをします。どうして？毎日勉強する。教えて。たくさん教えます。たくさん教えますね。じゃあ勉強しますね。まあ教えますね。何かいいことありますか？いいことはありますか？あります。どんなことがあります？練習で。答えはないです。練習。答えはないですよ。練習です。たくさん勉強します。何かいいことはありますか？何かいいこと、いいことありますか？ありません。ないですか？ないです。ありません。じゃあ、明治さん。はい、先生。たくさん勉強します。何かいいことはありますか？例えば試験にマークが上がります。ありますよね。まあ、試験のマークね、まあ、ポイント、点が上がりますね。アラートさん。点が上がります。はい。はい、先生。
他に何かいいことはありますか？たくさん勉強した方がいいです。何かいいことありますか？点が上がります。他に何かありますか？お金が何か、まあ、お金でもいいですよ。勉強して有名な大学に入ります。そして大学にあります、はい、有名な大学に入ります。そしてそしてそのとても、はい、その後はとても会社に入ります。有名な会社に入ります。有名な会社に入ります。お金はあります。ありますね。これバングラディッシュでお金わかります？これはい、わかる。これバングラディッシュで、日本はこれはマネーですけど、バングラディッシュで意味はわかります？バングラディッシュと違いますよね。違います。こっちですか？これはこれわかります？まあ日本だと これは OK です。これは、これは、OK ですと、はい。あ、これを、相手の、うん。コングラチュレーション。あ、コングラチュレーションもありますか。はい。まあ、日本だと、これも、これも、これ、お金でできます。まあ、OK もこれですけど。これは OK です。OK ですね。はい。はい、じゃあこれですね、アドバイスですね、アドバイスになりますので、まあ簡単な文ですね。はい、じゃあ例えば、メイジさんがアラハトさんにアドバイスをしましょう。フリーワードで OK ですよ。メイジさんがアラハトさんにフリーワードでアドバイスをしましょう。練習ですからね、練習。練習ですよ。はい。はい、メイジがアラハトさんに毎日日本語の聴解ですね。はい、日本語の聴解、ヒアリングですね、ヒアリング。毎日日本語の聴解を聞いたの方がいいです。まあ聞いた方がいいですね。聞いた方がいい。まあ聴解の CD ですかね。CD ね。CD を聞いた方がいいです、ね。そうですね。はい。聞いた方がいいです。はい。じゃあ今度はアラハトさんがメイジさんにアドバイスをしましょう。今度はアラハトさんがメイジさんにアドバイスをしましょう。ああ。練習ですよ、練習ね。練習ですよ。試験と試験と飲まない方がいいです。もう一度言ってください。もう一度。試験に寝ない方がですね。はい。まあ、試験でですね。試験で寝ない方がいいです。まあ、試験で寝ない方がいいです。そうです。まあ、アドバイスね。はい。ですね、はい、まず、方がいいですね。これ分かりましたね。はい。アドバイスですね。じゃあ、メイジさん、もう一度確認ですけど、メイジさん。はい、先生。方がいいですはどんな表現ですか？方がいいですはどんな表現ですか？アドバイス。
まあ、アドバイスは、これアドバイスはアドバイスですけど、もともとはどんな表現ですか？法ですね、法。法って何ですか？はい。法はディレクション。ディレクションですね。A、A、B、C ね。A、B、C の方ですね。この方というのは、これはアドバイスですね。アドバイスですね。もともとは方はディレクション、ディレクションですが、この方の方、ディレクションはアドバイスの方ですね。じゃあ、アラートさん。はい、先生。このアドバイスは、私のオピニオン、私の意見と、あなたの意見、オピニオンと、私、あなた、意見と、私だけですか？あなただけですか？あなただけです。だけですか？私とあなたのオピニオンですか？私とあなたのオピニオンですか？はい、私と、私とあなたにオピニオンです。みんなですね。これは私のオピニオン、あなたのオピニオン、みんなのオピニオンですね。みんなですね。みんなですね。みんな。みんなですね。はい、じゃあ、みんなが思います。みんなが考えます。みんなが知っています。みんながします。このみんなですね。はい、みんな。はい、みんな。じゃあ、例えばですね、じゃあ、明治さん。はい、先生。はい、明治さん、会社でみんなは何をしてますか？会社でみんなは何をしてますか？働いています。働いてますね。はい。遊んでいますか？時々。時々ですか。あ、時々遊んでいます。そうです。まあみんな働いてますね。まあ時々はいいです。時々は。はい。みんなです。みんな考えます。みんな思います。みんなしますね。それもアドバイスですね。私、あなた、みんなですね。はい。OK ですね。はい。次は、でしょうですね。でしょうをしますね。はい。明治さん。はい、先生。はい、でしょうは何ですかね。何の表現ですか。でしょうは。でしょうは。もう書いてあります。ここにありますけどね。ゲスですね。ゲス。ゲス。はい、ゲス。まあ、日本語は水量。日本語は水量です。まあ、英語はゲスです。ゲスですね。でしょうは。水量ですね。まあ、ゲスの表現です。ゲスの表現ですね。じゃあ、アラワトさん。はい、先生。でしょうはゲス。日本語は水量です。水量。この水量は 100% ですか？このでしょうのゲス。でしょうの水量は 100% ですか？あ、100% です。ではないですね。ではないですね。100% ではないです。100% ではないですね。100% ではありません。しかし、メリーさん、100% ではないのです。ないですが、どうしてゲスできますか？どうしてゲスができますか？何から？あ、自分のオピニオンですか？自分だけのオピニオンですか？いいえ。いいえ、違いますね。しかし、例えば、knowledge、これ知識ですね。知識、経験。経験、知識。結果から。結果、あとはコンビション、まあ、確信と言いますけどね。